わざわざ旅行先で朝練しなくてもいいと思うんだけど。ダメです、こういう日課は欠かさず行ってこそですから。それにこんな場所で練習できる機会なんてめったにないしね。こんなに広い公園があるなんて驚きにゃ。この池だけでもすっごく大きいし、ジョギングしてる人もいっぱいいるね。町の人に愛されてるんだろうな。緑も多くてなんだか落ち着くわ。空気も美味しく感じるし、スピリチュアルのパワーもたっぷり。素敵なスポットよね。はいはい、まったりしてる場合じゃないわよ。私たちは朝練に来たんだからね。ニコちゃんの言う通り、町の人たちに負けないくらい元気よく練習しよう。疲れた。走り込みに柔軟は終了っと。そろそろ休憩にしましょうか。海外でも日本でも朝練は同じくらいきついにゅ。同じメニューやってるんだから同じで当然でしょう。でも広い公園で思いっきり動き回れるのはいいよね。私たちの町にもこんな公園があればな。ないものねだりしても仕方ないわ。あるものを有効活用することを考えなさい。ニコちゃんが大人っぽいこと言ってるにゃ。でもニコッチだって昨日行った劇場でこんな場所が日本にも欲しいって騒いでたよね。あの時のニコはとても大人っぽくはなかったわよね。あれは劇に興奮したせいもあって言葉のあやというか仕方なかったのよ。本当にすごかったもんね。まだステージが目に焼き付いてるよ。ええ、見ているだけで踊りたくなるあのダンス最高でした。ダンスか。そういえばこのすぐ近くに行ってみたかったところがあるの。でも今日の私のわがままに付き合わせちゃうのは。妙な遠慮はされる方が嫌だって言ったはずよね。私もみんなもここまで来たらとことん付き合うわよ。その通りです。みんなが一緒なら大丈夫なのでしょ。ありがとう。それじゃ早速。